今日はね、2人で海に行きます。ナグタドンビーチ。天気はね、今んとこいいんだけど、雨降らなきゃいいな。もう犬が出てきて、犬が出てきて、朝はね、すごいいい天気だったんで、どうだろう、まあ、雨降ってもね、車なんでかかってた曲はね、マリアの1曲目 I miss you this Christmas。 あー、マスク打ってほしい、ね。いい天気、今んとこね、すごいいい天気なんで、またあなた日焼けするね。海に近づいてます。ナグタボンビーチ、ね、パラワン島の西側に位置してるビーチに今日も向かってます。僕らのね、お気に入りのビーチですね。犬がたくさんいるな。しかしまだ見合わそう、うん、海に着きました。誰もいないな、これセルフィーセルフィー、こんな犬が寄ってきた。あー、しかし誰もいないな。あー、遠くの方に白人が一人、小さい犬連れてんのかな。デビッド、マリアはね、ひたすら写真を撮ってますね。本当に写真好きですよね。僕らが借りてるコテージは、本当に海の目の前にあって、このね、2番目のところに落ち着いてますけれども、ここのね、2階建てになっているコテージ、これどうしても泊まりたいってことであればね、泊まることもできます。ただね、蚊帳がないみたいなんで、持ってこないと蚊の餌食になると思いますけど、本当にね、まあこういう大変な時期っていうこともあるけれども、まあここいつも人少ないんですけれどね。綺麗な砂浜とね、綺麗な海があります。何人かがいますね。白人だな、あれ、みんな。こんな海です。こんなところにね、気軽に来れるっていうのが本当にありがたいですね。セミの声が聞こえる。僕らのね、天国ですね、ここは。今日はね、ここナグタボンビーチにね、行こうかともいきなり決めてしまったんで、何持ってきたんだろう。ホットドッグですね、赤い
ソーセージとご飯、あとスナック類、こんなもんですね。あとね、ちっちゃいアイスボックスにね、オレンジジュースと水が入ってます。何ご飯がなきゃ始まんないんだね。何がなくてもご飯。はい、ご飯とホットドッグですね。今日はシンプル。 Let's eat。 こんなに遠くの海に来ています、って歌あったよね。遠いよね、日本から。何千キロあんだろう。日本からビューって飛んでマニラ来て、今度国内線に乗り換えて、またビューって飛んでプエルトプリンセサまで来て、そこから車で約1時間。まあ、時間かけなきゃね、なかなかいいとこには行けないんだけど、ここ最高、お気に入りのビーチ。南北に細長いパラワン島の地図で見て左側、西側に位置してるんだけど、ナグタボンビーチ。ここのビーチに何人いるかもうね、数えられるぐらい。ちょっと波が出てるからね、まあ、ちっちゃい波だけど、なんか後ろの方でサーフィンの真似事してるのもいるけど、いいとこだよね、ここ。一応ね、ちゃんとした施設もあって、コテージなんかがあってね、うん、コテージの使用料がね、1日300ペソだったよ。で、エントランスフィーが50ペソ。まあこのね、施設使わなければ一切金取らんないんだけど、やっぱり快適がいいんでね。施設使用料を払うとシャワーとかトイレとかね、こう使えるんだけど。マリアがね、今カメラの後ろでね、家族と話してる。Say hi からママ。あ、ママ。はい、ママ。I can't see anything. You can see? Oh. It's so dark. うちのマリアがね、今お母さんとね、なんかテレビ電話で、なんだろう、メッセンジャーかな、で話してるけど。I can see. Hello. あ、来たもんですが。うん。まあね、こんな風にして。今日もね、ゆっくりと、何時ぐらいまでいいんだろう。今まだでも雨季なんで、もしかしたら午後になるとね、雲がかかってまた雨が降るかもしれないんで、そうなったら帰りますが、とりあえずね、ゆっくりしてます。今ね、うちから持ってきたね、弁当を食べ終わって、弁当つってもね、朝いきなりね、ビーチ行こうかって決めたんで、冷蔵庫に入ってたあの赤いね、こっちでホットドッグつってるけど、赤いちょっと大きなウインナーとご飯と炊いて持ってきただけなんだけど、まあでも外で食う飯ってね、なんであれうまいですよね。うん。でこれからちょっと泳いでゴロゴロして遊んでですね。空真っ青だしね、ヤシの木がもうずらーっとこうね、ザーって見渡す限り並んで、ビーチの両側はね、山になってますね。で、ちょっとここがね、入り江みたいになってるんだけど、ものすごい綺麗な海ですよ。何も望まないね、もうこれ以上。なんだろう、これは、この感覚っていうのがね、なんか欲しいとかね、こうなりたいとかね、
なんかそういうのがね、ここで今こうやってると何にもない、ただ海見てね、空見て、あ、最高と、それだけです。こんなとこでね、ゆっくりとしたね時間の中で過ごしてる、こんな生活を送ってます。最近ね、車買ったんで、またしょっちゅうここにも来るようになるだろうな。今まではね、バイクに2人乗りしてね、ピューッと走ってきて、約35分だったのかな、うちから。ただ渋滞がないんで、車で来ても同じような時間ですね。何を言うでもないけどね、ただこの一言言いたいの、最高。こんな時間過ごすのね、いいですよ。マリア一生懸命なんか電話してるな。今度来る時はね、あの犬用のケージを買って、パオも連れてきたいな。でもね、放し飼いになってる犬が結構多いんですよ。でパオ結構ねファイターなんでね、喧嘩するんじゃないかなって、それだけ心配なんだけど、まあここ来てもね、離さないでリードにつないでれば大丈夫でしょう。犬ってね、こう集団で動くんでね、よそ者が一匹来ると徹底的にやられますからね、それ困っちゃうから。みんなね、でもね、フレンドリーな犬なんですよ。さっきね、食事してた時はね、僕らのコテージの周りに集まってね、じーっとね座ってね、こっち見て待ってるんですよ。可愛いですね。今日はね、何話すでもなく、ただね、さっきも言ったけど、この一言、最高っていうのを言いたくて、このビデオ撮ってます。それじゃあまた、今日はこの辺で失礼します。